はい、どうも皆さんこんにちは、ザワです。前回からですね、だいぶちょっと日が経ってしまったんですけども、今日はサックスの組み立て編の続きで、音出し編というセクションに行きたいと思います。実際に音を出してサックスを吹いてみようというセクションになりますので、ぜひ、最後までご覧いただければと思います。ではどうぞ。はい、実際にですね、音を出してみる前にですね、最初にサックスの音が出る仕組みをまずは、知っていただければと思います。サックスこんな金ピカリンで、金属みたいな感じなんで金管楽器だと思われがちなんですが、サックスは木管楽器です。なんで木管なのかって思うじゃないですか、こんな金ピカなのに。金管楽器っていうのはマウスピースで口を変形させることによって音を変える形になりますが、サックスは、この木の板リードをですね、息によって振動させて、音を出すので、木管楽器って言われてます。構え方ですね、まずはちょっとご説明させていただきます。簡単です。左手ですね、サックスの真ん中からちょっと上の部分にこの丸いパーツがついてます。プラスチックだったり金属だったりするんですけど、この丸いパーツに左手のお父さん指をポンと乗っけます。そしたらぐるっと回っていただいて、ここにですね、3つ4つボタンがあります。この同じ大きさのボタンに1、2、3と指を添えてあげる形です。で、注意したいのがこのですね、ちっちゃいボタンがついてます。このちっちゃいボタンは押さずに同じ大きさのボタンを1、2、3と、押してあげる形になります。これで今左手が完成した感じです。こんな感じですね。で、右手なんですけども、右手はここにですね、フックがついてます。このフックに右手の、お父さん指、サムフィンガーですね、サムフィンガーをグッと、支えてあげる形にします。そしたらまたぐるっと回っていただいて、ここにも3つボタンついてます。これに人差し指から1、2、3と添えてあげる形ですね。これで右手完成です。で、小指はですね、左手の小指はいいんですが、右手の小指はここに2つ、ボタンがついてます。こっちの下の方に小指を乗っけましょう。1、2、3、4ですね。左手はこの丸いところにポン、そして同じ大きさのボタンをポンポンポン、右手はこのフックに引っ掛けてポン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 ですね。はい、これでサックス構え、持ち方ですね、こちらが完成したという形になります。で、必ずその時はこのストラップですね、落ちないようにつけましょう。で、こういう風にですね、ガシッと持っていただくのもいいんですが、なるべく、ボタンを強く押しすぎないようにしていただいて、持つときはこの右手のですね、このフックに引っ掛けながら持ってあげるといいと思います。最初マウスピースを加えるのにあたって、どんな風に吹いたらいいのかっていうのが絶対わかんないと思いますので、そちらをまずは見ていきましょう。口の形をご説明させていただきます。まず、加えるにあたって真ん中にですね、うっていう時のうの形にしていただきます。うですね、うで、下唇を下の前歯にのけます。こんな感じで少し巻くっていうよりはのっけるっていうイメージですかね。こんな感じでのっけて、そのままうにします。うこんな感じです。で、このマウスピースをうって作った口の上にのっけてあげるだけです。そんなガシってやっちゃうと痛いんで、本当にのっけてあげる。で、上の前歯でグッとちょっと押さえてあげる感じですね。なので少しサックスは持ってあげて固定しないと下唇が痛くなってしまうので、本当にこういう風に乗っけてあげて加えるという形になります。グッて感じですね。で、かのバスケ漫画で左手は添えるだけってあるんですけど、本当にそれに近い、マウスピースは乗っけるだけみたいな感じで、ほとんど圧は加えてませんので、そのまま息をまっすぐ簡単に入れてあげるという形で音が出ます。で、構え方はですね、これを、吹きやすい高さまで上げます。自分がこうマウスピースに行くんではなく、マウスピースを自分に入れる感じで一番ちょうどいい高さまで調節してください。さあ、ではですね、実際に音を出してみましょう。
まっすぐ息を入れるんですが、まずは何も押さなくていいです。まずは何も押さなくていいので、実際にその口の形で加えて、息を吹いてみてください。はい、音は出ましたでしょうか。ここのですね、リード、木の板のリードがですね、振動しているのを確認できたら、しっかり音が鳴ってますので、まずはですね、そんなに力まなくて大丈夫です。しっかり口の形を整えて、息をしっかり、入れてみるということをやってみれば、多分音は出るはずです。音が出た方はですね、それをなるべくこうブレないように、ポロロロとかなんないように、まっすぐスーッと音を出してみる感じで、ちょっとまずは音出しの方を行ってみてください。音階についてはですね、また別の動画で触れようと思うんですけども、音が出て、これだけっていうのもちょっと今回寂しいので、左手のこのこれダメですね、これダメですね、この真ん中の指を1本ポッと押さえていただくと、これがサックスのドになります。これを実際に吹いてみましょう。これがドです。で、ドを吹くときも必ずこの右手のフックにですね、引っ掛けて固定してあげて吹くようにしましょう。ちょっと次回のセクションで音階については触れていければと思いますので、今日はとりあえず音を出すという動画になりますので、音をまずは頑張って出してみましょう。ぜひチャレンジしてみてください。ではですね、この動画が良いと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録の方をお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。